い、どうもタメです。今回もビッグシックスからのオファー、絶対に断れないユース縛り監督キャリアやっていこうか。さあ、今季いよいよチャンピオンズリーグでの戦いが始まりまして、でもそれこそ本当に今シーズン CL 取れなければ、あの来季の移籍市場で間違いなくチームをぶっ壊され積んでしまうというね、もう背水の陣で挑む大会となってますんで、ここはもう絶対に優勝を取りに行かないといけないと。でそんな中、前回はグループリーグの初戦を戦ってまずは1勝を収めたと、まあ、グループリーグ自体はなんだかんだ恵まれてる方だとは思うんで、しっかりとここは取りこぼしなく勝ち抜けていきたいね。でちょっともう一個ね、密かに画策してるのが CL の決勝トーナメントで今まで引き抜かれていったユースたちとの対決、やっぱりそれこそがねこの縛りの醍醐味になってくると思ってるんで、実現させていきたいんだよね。でとりあえずシティは順調そうで、アーセナルはちょっとまだ分かんないけど、なんとかはしてくれそうだと。で問題はリバプールなんよ。何負けてんの、一番エグい選手たち引き抜いていったやん。お前ら決勝トーナメント今回ったらマジ許さんぞ。さあ、そんなわけで早速進めていこうか。でも今季は CL だけ注力していきたいと思ってるんで、もうその他は全然シミュレートで流していって、でなんならグループリーグの方もね特段問題なさそうであれば、ここもガンガンとシミュレートで流していきたいなと思います。まあ多分いけるでしょう。まあもしヤバそうだったら介入しようか。というわけで一旦ね、もうそのグループリーグの終わりぐらいまでシミュレートで流しちゃおうか。さあ、というわけで一応ねグループリーグ最終戦前までシミュレットで進めてきた。さあ、で気になる状況なんだけど、我々ノッツカウンティは堂々の首位、勝ち点13でも圧倒的と。まあまだ2位通過になってしまう可能性は残されてはいる、いやないか、得失点差がえげつないもんね。なんでこれは1位通過確定と言ってもいいね。で他のグループよ。さあ、グループ A はアーセナルとレアルで決まり、さあしっかりアーセナル来たよ。でグループ B がライプツィヒとインテル、でグループ C さすがシティが全勝で圧倒的、いや強力なライバルになるねこれ。グループ D はどこでもいいな。グループ E はミランが圧倒的で、グループ G おっとリバプール、大丈夫そう、こっちはお前らとの対戦を熱望してんだぞ。まさか負けるとは言わねえよな。突破してきてほしいな。最終戦はベンフィカか。プレミア勢で唯一こけんなよ。で、グループ G はユベントスが優勢。さあ、そしたら、ま、ここもね、プレイする必要は特にないんで、シミュレートで流していこうか。さあ、グループリーグの方を戦い終えたと。ちょっと最後負けてしまったが、まあ、1位通過は決まってるんでね。そしてベスト16の組み合わせ、こんな感じとなりました。初戦の相手はザルツブルク。これは恵まれてんじゃないの。さあ、でしっかりリバプールも勝ち上がってきている。さあ、別の山はこんな感じ。いや、ベスト16まで来たよ。だんだんフィナーレも近づいてきた。で、ここまではいいのよ。ここまではね、すごい楽しい時間を過ごさせてもらったんだけど、で、決勝トーナメント初戦が始まるのが、2ヶ月先の2月の21日、ここになるんですよ。で、この間になんと、冬の移籍市場、ここがあるんですよ。だからまあこれはおそらくだけど、本当のベストメンバーで戦えたのはここまで。ここでまたもう 1,2 選手ぐらいは引き抜かれる覚悟をしております。いやちょっとここがマジでこのシリーズの分かれ道を頼むよ。さあ、なんでとりあえずまず12月をシミュレートで全て流して移籍期間を迎えていこうか。さあ、12月をこんな感じで終えてきた。そしていよいよ迎えていく移籍期間。さあ、ここでまた犠牲者は出てしまうのか。ここは最小限に抑えたい。さあ、試合はシミュレートで流しながら見ていこう。ウォーカーにモンツァからのオファー、ヘンセンにレアルからのオファー、ウィルソンにパリ・サンジェルマンからのレンタルオファー。いや、いきなり飛ばしてきてんね。やっぱり来るよな。タバレスにリバプールからのオファー。いや、そりゃ来るよ。いや、むしろね、タバレスがここまで残ってたことの方が問題よ。こんなもう最初からいつ抜かれてもおかしくなかったからね。うわー、ちょっと待った待った、もう OBL87 よ。痛いって。しかも天敵リバプール、これまたリバプールに負けられない理由一つ増えたよ。うわー、タバレス抜かれる。ちょっともうディフェンスは全員で一丸となってやっていくしかねえぞ。これは痛すぎる。合意していきます、タバレス。さあ、別れの日が来てしまった。俺たちのディフェンスラインのスター、タバレス。さあ、リバプールで待ってろ、絶対決勝トーナメントで倒すぞ。ヒューゴにレバークーゼンからのオファー、
ロドリゲスにリールからのオファー、ウォーカーにバレンシアからのオファー、メンデスにアストンビラからのオファー、ドゥアトにベルガモカルチョからのオファー、ヘンセンにウエストハムからのオファー。在籍期間最終日、今のところの被害者はタバレスのみ。このまま耐えてくれ。ウォーカーにアンデルレヒトからのオファー、さあロドリゲスに入荷するからのオファー、そして移籍期間終了。いやーまあそうか、抜かれたのは一人だけではあったが、とんでもないダメージが伴う一人だった。いやーここからはタバレス抜きか。まあむしろタバレスにはね、ここまで連れてきてくれてありがとうと、気持ちよく送り出してあげたいなという気持ちもあるけど、いやでもリバプールか、因縁が勝つな、さすがに。で、今まで抜かれた選手の中で、この後ね、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで当たる可能性がある選手、これ結構いて、まあもちろんこのタバレスもそうなんだけど、シティリューとアウベスとハーバーで、アーセナルがマグヌソン・モリロ、そしてアラン・ゴトで、あと買い取るオプションでレンタル中のズバイディもいるし、で、リバプールはまだあとカフタニとかね、それこそレンタル中のロペスとかデュアルテとかもいるし、で、カルドーソとジャクソンもね、ライプツィヒはまだチャンピオンズリーグ決勝トーナメント残ってたんで、ここも戦える可能性があるよね。いやカルドーソとは戦いてえな、さすがに。せっかくねプレミア上がったタイミングでシティから離れてしまったんで、会えるとしたらここだけよ。さあというわけで、今回試合の方はね、このチャンピオンズリーグベスト16のファーストレグ、ザルツブルク戦をやって終わりにしたいなと思っている。なのでまずは21日までシミュレートで流してこようか。さあというわけで、やってきたチャンピオンズリーグベスト16ファーストレグ、いやーもう初戦から圧倒しよう、圧倒してもセカンドレグはシミュレートで流していいぐらいの、そのぐらいの点差までは持っていきたいね。やっていこうか。相手のメンバーはこんな感じ。さあ特には言うことないかな。まあ能力的にもね、やっぱりここは絶対勝たないといけない、そんな相手だと思いますんで、自慢の攻撃力で大量得点を狙っていきたい。こちらのメンバーはこんな感じ。今回だいぶシミュレートで流したんで、選手能力ももう著しく成長してるよ。まあもちろん成長が止まってきてしまった選手もいるが、タバレス抜かれたのは非常に大きいんだけど、まあでもトータルで見ても別にチャンピオンズリーグ取ってもおかしくないぐらいの戦力が残ってるよね。ちょっとディフェンスの物足りなさはあるけども、そこをね、その他全部のポジションで補っているという感じ。いやーこれはチームバランスいいと言えるんじゃないでしょうか。さあやっていこうか。ベスト16ファーストレグキックオフ。さあもう初戦から圧倒しようぜ。ここで見せつけれないようではダメよ。ペレイラ運んで、さあこれチャンスよ。かわしてこりゃ、これはチャンス、決めていく。初手ゴールにも程があるだろう。いやーさすがすぎる、もう個々の力が違うわ。これや見事なゴール、1対0。さあドゥアトのナイス守備、いやドゥアトがいてくれるのは本当に大きいね。さあこれいいパスよ、カルドーソ抜け出して、これは大チャンス。いやー止められるか。カルドーソドリブル圧倒的にうまいんだけど、1対1苦手よね。さあしっかり対応していこう。中頼むよ、 OK。 ここは打たせていく、頼むよ。これはちょっと怖いな。いやー危ねえ。さあちょっと2点目取らないとさすがに怖いよこの展開。ペレラ受けて、カルドーソ、ペレラ、そしていやメンデスね出せず、ドゥアトが運んで、さあいいとこ見ていた、メンデス、ペレラ、カルドーソにはたいて、さあ中使えるか、これカルドーソ拾って、ペレイラ、メンデス、さすがすぎる、これがメンデス。いやそこで受けた時のメンデス最強な、これはもはやお箱、ここでかわしてくれるよメンデス。さあシュートも完璧、2対0。やっぱり攻撃力は圧倒してんな。ナイスカットウォーカー。さあディフェンスもここまで無失点で、さすがうまいな。さあペレイラからカルドーソ、ドゥアと拾って、さあメンデス、ここはキープ、カルドーソからコーレア、ここで前半終了。さあカルドーソからメンデス、
そしてコーレア抜け出して決めていく。素晴らしい連携、メンデスからコーレア。いや、ツートップの距離感が素晴らしいね。3対0。さあ耐えれるか、無失点よ。オッケー、ヒューゴ。さあクロスの対応どうだ。オッケーオッケー。ここで選手変えていこう。コレアに変えてウィルソン、カルドーソに変えてカー、バルボサ、いやうまいな。メンデス、これまたうまい。最高すぎるワンタッチ、決めていく。これぞメンデス、世界に名を轟かせている。いやー、ザ・メンデスだよね、今のワンタッチ目ね。さあみんなで見ようぜ、もう一回この奇跡のワンタッチ。いやー、うますぎんだよな。4対0。さあやばいって、おお、なんとか耐えていく。オッケーオッケー、ここで失点しなかったのはでかいよ。さあここ奪って繋いでいけるか。サメンデスからのカーが来た。さあかわして打っていく、素晴らしい。さあ途中交代のカー、素晴らしい結果を残した。いやー、カー立派に成長したよな、本当に。もう自分の得意なコースに持ち込んでのシュート。5対0。やばいよ、これは空いてしまう。マジかい、ここまで来たなら無失点いこうよ。5対1。ペレイラ、カーを使ってさあ仕掛けていく。いいよ。さあメンデスからウィルソン、素晴らしすぎる。途中交代の選手が結果を出す。いやー、よかったね、このメンデスよ、よくウィルソンに出した。6対1。ここで試合終了。マンオブザマッチはメンデス、2ゴール3アシスト、相変わらずの大暴れ。ウィルソン1ゴール1アシスト、途中出場でこれ素晴らしいな。コレア2ゴール、ペレイラ2アシスト、カー1ゴール。さあ各試合のファーストレグの結果はこんな感じ。さあプレミア勢やっぱ強いね。そりゃそうか、うちの主力散々吸い取ってんだから。うわー、これ次あたりで対決きそうだね。で別の山が、さあアーセナルも勝っていて、ライプツィヒも勝っている。さあもうかつてのユースたちがこの大会で集大成を見せている。一体この戦いを最後に制すのはどのチームなのか。それではね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんぜひチャンネル登録高評価でノッツカンティの後押しをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。